元中日監督で野球解説者の落合博満氏、64、が15日放送のテレビ朝日。系、ビートたけしのスポーツ大賞 SP、日曜56-57、に出演。A 大リーグで投手と打者の、二刀流、で活躍中のエンゼルス、大谷翔平、24、について言及した。落合氏は二刀流の是非について大谷の日本ハム入団前から肯定的に捉えていたそうで、記事全文を読む。